そうね、中にねスタッフさんいたからさっきは教えてくれた。マジ？いるかな、ママも。お邪魔しまーす。これ誰？のりやきさんにしか見えない。まあ多分私らでも教えられると思うけど、どうなんだろうね。車の直し方は分かった。え、全部教えてもらったっすよ。えぐ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 。まあまあいいか。俺たちが直すのほぼただみたいなもんだし。俺らが牛耳って見せるこの世界の車を。なんかちょっと一個パクりてえな車じゃあ。パクるっていうか、あ、車の無料の車の出し方を教えてもらった？あ、教え、このリムジンパクらん？いや知らない。俺はいらないけど乗ってけばいい。これ俺はこの車あるから。これ NPC でしょこれ。いらない。これ NPC でしょこれ。ちょっと、うん、すいません警察です。ピッピッピー。どうも静岡県から来ました。あちょっと、やめてください。暴力反対。暴力反対。ゴゴ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 。片棒買ってください。これまで犯罪したみたいになってるこれ。あ、それでこそファミリーだ。これ相手にはさ、これ盗難車ってわかんの？これって。もう一回どこだっけ？わかんのかな？ちょ、なんだ三分間。ドゥン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 。それ反対車線ですよ。ああ、すいません。あ、ここ日本じゃないですか。あ、すいません。あ、どうも。じゃあ、出てきてもらおうか。これ、どうやって降りるんだ。どうも。どうも、こんにちは。ドミニカです。凶悪犯罪が多いんで、ちょっと一旦、停止。ちょっと、すいません、すいません。まだ何もしてないんですけど、僕。今、これ、逆走してたね、君。いや、知らん、この街に来て、初めてなんで、この町のルールは知らない。すまないが、俺のファミリーは知らないか。ちょっとよくわかんないんで、道路交通法違反で切符切ってきますね。この町に俺の弟がいるはずなんだが知らないか。ちょっとわかりませんね。すまない、この世界では切符切るために手錠させられるんですか。はい、じゃあ、請求書送ったんで、支払っといてください。押し売りじゃないか、ただのこれ。F7 です。いくらなんだ。交通違反守ってくださいね。ちょっといくらなんだ。これどうやって見るんだ。おい、もう1、10、100、1000万、10万、ふざけんな、おい。10万安い方ですからね。10万安い方なんすか、この世界で。一番安い罪ですよ。反対車線、本当だ、反対車線だ、俺走ってたの。右車線ですからね。ちょっと待って、余裕で歩道乗ってるけど、おまわりさん。歩道？いや、まあ、緊急車両なんで、こっちは。ああ、なんでも正体だな、警察。これ気をつけてください。これ払わないとどうなるんですかこれ。3日後勝手に払われます。あ、もう意思なく、はい、ドミニ関係ないです。8000、もう請求されたら終わりです。今払ってください。おい、この街とは絶対俺が早めに払うか後から払うかでちょっと僕の心象が変わります。くっ、絶対わかった。10万ドルだな。わかった払っとく。ちょっと待ってくれ。これどっちの車線だ。右車線だ。右だよ。わかりました。おい、警察が一番悪だぞこの世界。これ救急隊じゃね。写真撮っとこう。あ、なんかすげえ。あれ、車が。大丈夫ですか。車が。トロムちゃん。倒れてる。こんにちは。助けてあげてください。助けて。はい。救急隊員です。あれ。おい、なんとレッカーされてるって。おい、ちょっとなんちょっと。ごめんなさい、ごめん、もう駐車切符切ろうと思って、あ、いたんですね。違います、今ちょっと今人命救助やってたんですよ。ちょっと危なかった、ここ駐車禁止、危なかったですよ今。あと3分遅かったらもうレッカーしてましたからねこれ。ちょっと待ってくださいねこれ。ちょっと待って動かないで、外すから、動かないで。分かった外すから。ちょっと待って、これ、このままバックして、このままバックして。あ、ちょっと待って。外れない。どうしよう、俺外れなくなっちゃった。もういいか、
もう行くか。よし。お前行くか。どこ？お家。お家どこ？お家どこ？お家どこ？右？お家右？走り回ってるだけだよ。ああ取れた。よかったよかった。最悪。すいません。すいません。助けてください。助けてください。助けてください。ちょっと。どこいます？俺これ。え、運転席にいますよ。すいません、ちょっと熱中症で。診断。あ、ちょっと助けて、熱中症がもう頭がクラクラする。あーレッカーの仕事きつい。あきついな、夏はきつい。ちなみにいくらかかるんだろう。お金あんま持ってないな。12万円だよ。え、じゃ、お願いしますよ。救急隊の人、3分30秒でアイテムを失うって書いてんだけど、これ救急隊の方。はい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 。じゃあこれね、はい、これでどうだ。それ車の方やってますね。それ車の方。いや、これ患者を蘇生してますよね。に成功。あー、なんか大変なとこにいる俺、ね、すごい。12万円ですね。うわ、請求書。はい、はい、請求書。あ、ちょっと、あ、またあ、ちょ、駐車違反、駐車違反ですよそれ。ちょっと駐車よく言う、よく言う。なんか強盗とかしやんの？強盗ね、してみたいんだけどね、やり方がわかんないんだよね。うん、ね、うん、わかんない。早くね、この車。そう、これあれなのね、ハンバーガー屋さんの車なのよね。うわあ！すげえ！うわプラスだからな。そう、ここら辺にいるはずなんすよ。こんなところにいるやつなんて、いた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 、大体犯罪者だろ。お待たせしました。父ちゃんかよ。ああ、ありがとうございます。後ろに乗っていただいて。あ、はいはい。え、すげえ、セスナが飛んでる。セスナがどこまで行きますか。これはこれはそうっすね。あ、そうだ、ちょっとこれ俺、はい、このポリタンク持ってるんですけど、いります？これガソリンの。ポリタンク。そう、これ。よいしょ。あー、拾います拾います。いっ。え？だー。きょうちゃん。よし。よし。ありがとうね。ドーン。ありがとうね。ごめんね。ドーム。いいの持ってんね。ドーム。え、これ何？え、このチップみたいなの何？これ。ドーム。このチップみたいなの何これ？これ何？それカジノで使うやつ。そうなんだ。一個。お、アリケンもこれいる？うん、俺はいいかな。大丈夫？うん、俺は大丈夫。お、アリケン、ちょっと待ってよ。ちょっと、アリゲン、降りるか、車渡すか。あ、そうだね。うん、そうだね。じゃあ、あと、よろしくね。ごめんね、アリゲン。じゃあね。タクシーいじろうとしてんの？オッケー。海賊して、ターボもつけたんすけど、盗まれたんすよ、それを。あー、キョウちゃんに？そうです。そう、盗まれて。かわいそう、マジ、許さねえよ、俺、見つけたら。150万ぐらいかけて改造したんすけど。マジか。あ、こら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 、何なの。ちょっと待って、これ違う。ああ、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 ああ。じゃ、これなんで俺中指立ててんだ、これ。ちょっと、やばい、ティザー銃の使い方が荒いって、あの人。ちょっと待って、これなんで中指立ててんだ、これ。これなんで、これなんで俺こんなことしてるの、これ。ああ、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 ああ。危ない、危ない。危ない！何ですか？危険運転やめてください。ちょっと何もしてないでしょう。
あなたね、さっき宝石店で宝石強盗とかしてる人いんのかな、めっちゃ儲かるくねって言ってましたけど。はい、言いました。何ですか、それが犯罪なんですか、発言の。宝石店で何してたんですか、あなた一体。あ、僕宝石売りに行ったんすよ。はい、なるほど。こう見えて、あの、僕あの山の方出身で。はい。あ、ど、あ、こう見えてというよりも見ての通りみたいなところありますけど、ドミニクと言います。一旦ちょっと降りてもらっていいですか。降りてもらっていいですか。あなた先ほど宝石店出た、手を挙げてください。はーい、間違えました。降りたら撃ちますよ。あのね、あなたね、スピード出しすぎですね。あなた明らかにスピード違反でしたよね。いや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 、警察も出してますよ、よく。いや、関係ないですよ、関係ないですよ、あなた。一般道120キロ以上で走ってダメなんですよ。いや、いつも出してます、警察の人も。いや、あれは犯人を追ってるからね。追ってるからしょうがないんですよ。警察だから大丈夫です。でも、追ってない、赤身カルビってやつは追ってないのに出してました。それは関係ないでしょ、今は。手錠。すいません、ちょっと、じゃあちょっと車両確認もできたので、はい、今回はちょっとあの速度超過っていうことで切符切らしてもらったんですけど、以後あの気をつけてください。はい、じゃあ今度は捕まらないように頑張ります。はい、じゃあ失礼しますよ。はい、よしよしよし。え、こっからえ、牢獄じゃないここが。訴えてやろお前ら二人。おーい、どうすんねんこれ。どうすんねんこれ。なんで、どうしたドム、もうそんな奇想天外な掘り方すんなよ。どう？で、割れてない？ホイールと？いや、なんか割れた。あ、綺麗にしとく。ホイールは？ホイールは色変えなくてもいい。ノリヤキさん。何それ何それ。割れてるってノリヤキさん。フルパワーすぎるって。キモいなぁ。おい、また。あらら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 らお前、通りすがりの人にお前なんちゅうことしたのお前。おい、お前ど、飼い主どこ行った、飼い主なんていないよ。ただろお前、野間健貴くんはどこ行った。野間健貴くんは一匹狼さ。お前もうやめろ警察。お前、あやや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 、足がお前杖ついてない、なんか全然フルスピードだよ。あ、どうも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 、おかげさまで。すいません、ついておかげさまで。あ、肉焼こうよ、これ。肉焼きたいです。すいません、でもちょっと膝曲がんなくて。すげえ、なんだこれ。燃えてるよ。火星さん大丈夫ですか。熱い、起こして。何してんの。熱い、ある、そこして。燃える。あざ、起こして。とにかく片面4秒だよ、ふざけんな。ちょっと待って、火星さんが死んだ時早すぎるだろ。おい、なにここでテント広げて何やってんの。キャンプだろ、どう見ても。バカじゃねえの、こんなとこでキャンプとか。火星ついで。やばい、もうやばい、俺のテントが。じゃあこれは何、火星さんに2人分請求なわけねえだろ。まあそれでも俺がらなかで、それ熱い。なんで、なんで、あたた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 
やばい。これどう、あたたたたたた、あたたたた。これどうやって出んのこれ。やばいやばい、シューマイになっちゃう、肉まんになっちゃう。熱すぎ。早く出て。あたたたたた。すいません。来ないで、こっち来ないで。なんだこれ。金が死ぬほどかかるこのキャンプ。やばいってあの男。ふぅー、なぜや、やっべ、なんか急にパトカー横飛んでってんけど、白い車止まりなさい、それ。俺え、止まれ止まれ止まれ、スピード違反やろ今。なんですか、止まれ、動いた、撃つぞ。またスピード違反で捕まっちゃったよ。スピード違反やろ今の、重くそアクセル踏んでたな。何キロなんですかこの街のスピードは。
出していいスピードは120まで出していいのこの世界って。120らしいぞ。全部高速やん。高速道路はもっと出して OK。 え、高速道路ちゃうんすか、ね、あそこちゃいます。道路交通法違反だからこれ。うわ30万。うわ持ち物もチェックしますね。うわこれ請求書送ったから1日内に払うように。払わない場合死刑。じゃあ気をつけて、ね、かこれ気をつけよ、すいません気をつけます。400万で買うかどうかだな。買うかこれ黒買うわ。なんでなんでなんで、やだやだやだ、なんでなんで、どうしよう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 、新車がなんで、ちょっと待って待って買ったばっかりなんやって。ちょっと待って頼む頼む頼む勘弁して。え、これどうすればいいの。危ない。お、シンジ出た。面白、面白三人衆よ。おー、利権かよ。面白三人衆 NPC かと思ったわ。ちょっと待ってさ、俺たちニンニクガン、ニンニクガンって思った。ニンニクガン全然聞こえない。何、え、かっこいい深井。ちょっとうるさいよ。何それ、ニニーガン、ニニニガンってのがあって。ニニニガン、何それ。カルビー食らえる。ニニニガンいくよ。ニニ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 ニおい、コント集団じゃねえかよ、お前ら。偽物の私。来た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 。偽物の私。あの美姫、なんか、よいちゃんが、俺ら、つながってるみたいなんだけど。なんかもうみんなすごいな。なんで？なんでだ？なんか、ローレンさんにつけられたよ。ローレンさんにつけられたの？それをさっきね、私が海の中から、そう、海の中にいたよ。カルビちゃん、海の中においちちゃんいたよ。スティッチみたいだよ、それ。あと、この車両ロックされて、何やってん、何やってんの、お前。スシローの寒ぶり、何本食えるんだろう。はい、よいちです。液体硫黄の取り方ってわかりますか？ごめん、何？よいち聞こえなかった。もう一回言って。液体硫黄の取り方出るかなと思って。わかんなーい。あ、そっか、ありがとう。うん、ごめんね。よいち今忙しい。うん。オッケー。はーい。チュ。よいちゃんえぐいな。よいちゃん一人称よいちなんだね。あ、もしもし、バニラです。液体硫黄の取り方ってわかりますか？液体硫黄ですか？はい、液体硫黄がちょっと取れなくて、どうやって取るんだろうって。知らないですね。あ、OK です、了解です。はい、はい、バニラでした。チュ。え？はい、いやいや、もしもし、え？誰だ？僕、前走した場合は直せる？あ、クラッチさん、前走？前走ってどういうことですか？クラッチ、黒焦げ、黒焦げ？黒焦げやったことないなぁ。ちょっとさ、来てくんね？ちょっと今、やってるんで、後でもう一回終わったら電話かけ直します。もしもし、クラチさん？はい。今から、レッカートラック一応回してみるわ。バイクなのか、でっかい炭なのかわかんないけど。何やってんの？いや、いくらかけたの、そのバイク。1000万ぐらいだよ。全部アリケンに意外にやってもらったやつ。おこっちもじゃあ全力尽くすから、ちょっと待って、どこにいんの。道路6074ね。そうそうそう、了解了解、今すぐ行きまーす。はーい、はい、はい、アリケンモーター出動。これで登場したらおもろいやろな。レッカー車でやったことねえよ、まだレッカー車なんて。クソおもろいやろな、これで。俺だったら笑うもん、知り合いがレッカー車で登場してきたら。もう一番メカニックやってんじゃない、俺が。一番メカニックしてるだろ、この世界で。違法で銃作ってばらまいて、車直して、表の顔はギャングに入って、もうドムやん、ドミニクやん。お待たせ、お待たせ。あ、まだ。そうね、ちょっとなんかもういろいろと終わってるから、ちょっと持ってこうか。ちょっと誘導してちょっと難しいから、これ誘導、オッケーオッケー、誘導してちょっと、はい、いくよー。はい、おらーい、おらーい、ここらへんじゃないか。ストップ。はい、あ、待って、いける、待って。いやいや
あれけ、紐が浮いてるよ。ああ、待って、待って、これ以上やめてくれよ、こいつ。あれけん、一回車降りてよ。降りれねえわ、この横の車が邪魔で。ちょっと貸してくれ、こいつ。いや。あれけん。頑張ってんの、俺も。頑張ってるから、ちょっと笑わせないで。笑わせないで。語りかけてこないで、お願い。やべえのが来たわ。やべえやつが邪魔してるわ。こいつ、もう、なんだおめえはよ。任せろ、任せろ、倉田さん。任せろ、もうこいつ痛い目見せるわ。もうふざけてる、こいつ。邪魔しやがって。ほら、二度と下がるんじゃねえぞ。もう一個の車あるんだよね。押したら乗りそうな系。それ持ってくるか、一回。これでも倉田さんいなくなったら消えるよ、あの。バイクが？うん、多分そばにいてあげた方がいい。あの炭と？そう、炭と一緒にいてあげて。レッカーっすか？これレッカーっす、これ今。あ、関さんか？水没でもした？爆発した。ああ。クラッチさんつかねえわ。ちょ、車変えてくるね。オッケー。こっちだったら、ワンチャンあるだろう。はい、お待ちどうさま。来た。おい、バカ野郎これだったらどうよ。乗りそうだな。二人で押そうぜ。どう？これの、あ、これの方が押せる。クラッチさん。うまい。一回立てようぜ、これ。いけ。俺が。おマジ、NPC やばい。え、もうさ、もうこれ壊れてるからさ、車で押しちゃあかんの？いいよ、押しても。ちょ、二人で芋虫作戦行こうぜ。オッケー。で、当たり判定でかくさせたら、これ。おい、どうだよ。乗ってんじゃねえか、お前。ダメだ、これ乗り上げちゃうわ。やばい、逃げないタイプだ、そいつ。そいつ逃げない。ふざけやがって。それどこじゃねえんだよ、こっちは。いけやりすぎ、やりすぎ、やりすぎ。全集中して、全集中。惜しい。いけ乗せろありげんこんな綺麗に乗るか、これ。ドアが上がれ、これ乗れねえよ。まっすぐな。あら。めっちゃいい。あ、いった。来たー。押せ。押せ。奥まで。ナイス。よーし。行くぞー。いいよ。行くぞー。行ける。ゆっくりだ。ゆっくりだろうな。重力のクラッチさ。いや、マジワンチャンある。ガレージまで持っていけばワンチャンある。生き返る可能性ある。俺が全部パーツ変えるから。いや、でもこれで生き返ったら熱くない？熱いよ。このバイクしか乗んないよ、俺。俺のメカニックとしてのさ、評価爆上がりするんじゃない？これ直したら。炭から直したら。一番メカニックっぽいわ、この仕事。頑張れよ。頑張れ。ちゃんと呼びかけて、ちゃんとバイクを。もうちょっとやぞ。もうちょっと頑張れ。もうちょっとやぞ。やばい、横通って車がみんなゆっくりになって見てる、俺らのこと。何見てんだよ。見せ物じゃねえぞ、俺。行くぞ。おらー！お前うますぎる。ここまで来れば任せろ。いけるぞ、これ。え、多分治るよ、これ。マジ？はい、タイヤ復活。かっこよ、こいつ。お前かっこいいな。どうよ、これ。これで生き返んなかったら終わる。どう？生き返ってる。ちょ、乗ってみて。いや、ありけん。起き上がんねえ、こいつ。
ね、歩け歩け え無理起き上がらない待って待ってなんかタイヤ外れた前の方が前輪外れたってなんでなんでなんで、ね、歩けなんでなんで俺今復活させやんやっぱ炭は何頑張っても炭やん炭なんからこれいや諦めるなでもどんどん炭になっていってるほんとだどんどんおい歩けどんどん炭になっていってるまだ諦めない全部 100% にしたら生き返る可能性をオッケー、これでもう全部 100% どうだちょっと待って待って待ってまだまだまだ俺には遅れてがある行くぞ尊重そこらのメカニックとは俺は違うんだ食らえワックスワックス炭が取れればワンチャンない取れねえよ死んでやがるもう F1 押しても車のキー出てこんあれやばいねねえ、じゃあもうインゴット集めやらないでいいなら俺なんでもあ、なんだあ、はい、もしもし。こんなんないな声変わるね。あ、どうも、こんにちは。今日はちょっとバイク直していただけないでしょうか。はいはい、バイクですね。はい、いいですよ。で、あの、ゴトファミリーの方は最近どうなの？どうなのそっちは。どっちが本当？どっちが本当これ。人とかちゃんと殺したりしてる？たまには。あと、あの、これ電話の俺の声のこと言うんじゃねえぞ。絶対言わない、絶対言わない、絶対言わない。誰さんか？はい、もしもし、やめろよ、そういう系ボウエーこっちもあんたもかよ、はい、もう塗るわジャスパーさんの顔ってさ、マスク、うん、これマスクだよ、だって見せれないからさ、ギャングだからマスクなんだそれ俺たちの中なら素顔見せてあげてもいいけどえ、マジえ、ちょっと待って、ちょっとそれはちょっと俺も誠意に答えていいよ、よしそうだよね写真撮ろうとしてないいやいやいや全然全然にローレンかやめてんどんな顔してんのだって俺さっきさ俺40来て請求される40その顔はローレン50万って言ったら安やめろそれ以上は寝たよ寝たよ寝たよよしローレンローレンじゃねえわこれ終わっただろ俺のやつローレン電話乗ってるあとでジャスパーと痛い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 ホンダはマットが好きなんだけどえこれあれだねこの電話の方がこれメタリックでおい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 その発言に聞き俺一回マジで言うホントにうちも電話だと思うこれ1200万使ってる電話買ったま電話だって1200万使って電話買ったま電話1200万電話電話え、なにローレン何めちゃくちゃ反省してるんでとにかくこの1日だけこの色ってことで勘弁してもらえないですかねあれでもささっき最初かっこいいって言ってなかったでもなんかもうネタになっちゃったっす別に変えてもいいよ変えてもでもやっぱオリジナリティはあると思うけどね他にいなそうそのカラーにする人確かにまあもうこんなネタにされたら死ねえだろうな誰もそれめっちゃいいじゃん名前も変えたらロータイロアスになんかもうバイクも怒ってないなんかおいなんでよなんでよなんで俺よマジやばいやマジでもう本当に嫌だったんだレーシングブルーそれか赤と白でさ天下にしないこっち私も思いました赤と白ですよねあー確かにもうそれでいくかそういうコンセプトでいくかやっぱマットがいいと思いますマットね確かに確かに、はい、あいい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 めっちゃいいかっこいいけどかっこいいんだよでもコンセプト聞いたらちょっとまあでも確かになしましまじゃないとこっちは童話がいでもかっこよくなるなガッツねガチでちょっと待って1から俺の場合コメント欄でポルノハブって言われてんだけどシャカさんシャカさんシャカさんいやアイコンぐらいは誰でも知ってるよ別にその内容は置いといてもトロちゃんありがとうねごめんねありがとうねこれ俺のこれ俺のこれそうそうよローレンの電話で俺テンガテンガマン確かに
これ以上無理よ。俺の方も結構もうええやん、ローレンそれめっちゃかっこいいよ。俺欲しいもんそのバイク。ハリケーン、マジで気をつけた方がいいぞその後。あと左クリック。ハリケーン、マジで気をつけた。俺見たらわかるだろ、全然。ハリケーン、マジでこいつ一番イカれてる。ちょっと待って、そのバイクの地雷でかすぎん。すぐ爆発するやん。見ろローレン、この手を、ローレンこの手を見ろ。裸だぞ。わかったわかった。絶対にバカにしないもう。オッケーわかった。でもあれだな、やっぱローションイロハスにはお似合いのバイクだな。はい、大丈夫そうだな。修理のものとあれしかない、マスクしかない。どうも。すいません、無礼で。ありがとうございます。あ、すいません、はい、来る。ありがとう。危ないな、ここ。この形のタイプは大丈夫なんかな。二人乗りしてるときにマフラーの上に足の乗せると、靴の底溶けるんだよ。わかる。おとんのに乗ってて、俺一回溶けたことあるっすよ。そう、俺もね、一回サンダルで乗っててさ。そう、俺もサンダルが溶けたっす、俺も。足があったけえなって思ったらサンダル溶けてた。マジ熱いっすよね。ああ、マジクソビビるんだよあれ。しかも俺おとんと乗ってて俺の方が重いから、俺がかけた体重の方に一回倒れたことあって、ガチでおとんにブチ切れられたことあるんですよね。これ結構面白いとこ行けんだよ。後ろ乗るっすわ。後ろ乗るっすわ。何座席移動で、ビークル座席移動みたいなある。はいはいはい、うん、あったあった。後部座席左。そうそうそう。はい、ああ、いいっす、いいっす、いいっす。じゃあ、行くよー。うわー、下行っちゃった、下行っちゃった、上まで、まだ出ちゃった、出ちゃった。助けてー。なんかもう、あのガレージのメンツみんな乗せてさ。SUV で登り行こう。ピクニックしに行くか。ああ、行こう行こう行こう。はい、もしもし。もしもし、ありけん。はいはいはい。俺、カジノで8000万買ったわ。ほんと？うん。それあのほとんど俺のだからさ、半分半分にしない。オッケー、ボドカさんの方終わった。次プテチのもフルカスでいいの？うん、いいよ。フルカス、え、それさ、見た目も変えれる？うん、サービスで変えてあげるよ。ありがとう。ちなみにライトの色って変えれる？うん、変えれるよ。それはお金かかる？ね、もうサービスボドカさんが払ってくれる。ありがとう。まあしょうがないな。じゃあ払うか。いくらでもライトつけていいぞ。うちもボドカさんにしかついていけないかも。あれけん、全部カスタムしよう。もう全部カスタムいこう、それ。左をオルトで使うのか。来た。今日俺。ボドカ。ちょっと行くわ、もう。プテチ、もう一緒に。家帰ろう。あ、待て。一緒に家帰ろう。待て。家帰る。ちょっと待って、カルビのケツ、お前なんか卑猥だな、お前。すごいケツしてるね。いいでしょう。ハミケツしてるよ、お前。ハミケツ。超見てるやん。はい。あ、ありがとう。じゃあ、欧州プリ行くところまで連れてってあげるよ。マジ？うん。やった。じゃあちょっと乗れないから。あ。取れないから、連れてくよ。連れてこう。助けてください。危ない危ない、カルビ、俺危ない危ない。俺はみ出てるって、カルビ。どこだっけ。カルビ、俺はみ出てる。ちょっと待って、待って、カルビやばい、お前。大丈夫。違う。あ、やばい、カルビ。違う。アングルがやばい。お前の股にしかいかん、俺のアングルが。ちょっと待って、やばい、このアングル。エロすぎる、このアングル。これあ、やばい。ちょっと待って、カルビ、お前また開くな、お前。はい、お待ちどうしました。何持ってるの、透明で見えないんだけど。え、持ってないっすかこれ。え、最悪。え、ちょっと待って、リログしてきていいっすか、ちょっと。ちょっと待って、これ見せたい、さすがに。いいって。なんでこれ、なんで絶対笑うからこれ。ちょっと本当いいか。一回リログする。これ勝訴やばっ。文字というよりはデカさに笑うね。
おー、アリゲンさんだ。どうも、あ、ぶらぶらぶら。うちの配信、異常なまでのレン君ファンが多くて、今、アリケンさんがいたんで、クソ荒れてます。おい、なん、そんだけで荒れんなよ。レン君助けて荒れる、俺、このままじゃ。はい、お待ちどうしました。本店ナンバーワンの、レン君です。これさ、マットの白の方が僕ね。マジかよ、レン君いないとき荒れてんのかよ、釈迦さんの配信。最悪やな。なんでもう、この店はもう、看板娘レン君だからね、もう。ああ、あれなんだ。じゃあ、そう、5歳のガキが、おじさん、バイバイって言ってるみたいな感じなんだ、釈迦さんの枠では、多分。ドミニクじゃ人気出ねえらしい。ここ入ってきて、アリケンさんいたとき、とんでもない流れ、多分今日一番コメント早かった。どんだけあれ。そしたら、そっちの方が好かれてるでしょ。どうだってんだよ、外れドミニク、やだな。一応できるか見たいんで、こっちまで持ってきて。ほら、テディちゃん、これがダサいバイクだよ。うん、これダサいよ、このバイクね。テディちゃんね、真似しないでね、レン君ってランクなんぼなん？私ゴールドタッチが最高やね。俺今なんぼだったっけ？この間カスタムやった時めっちゃ足引っ張ったよ、私アリケンさんと同じチームの時。嘘？全然記憶にないんだが。あ、じゃあ初対面だと思われてたんだ。いや違う違う、そっちじゃなくて足引っ張ってるっていう概念がなかったってことよ。あー、そういうことね。そう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 。ちなみにカスタムの後にストリートファイターの話実はしたんだよね。覚えてる覚えてる、懐かしいね。なんでずっこけんだそんな。じゃあこれリクエスト来てない、なんか出た、これあれでしょ、俺知ってるぞこれ絶対。なんでデブ同士が抱きつかなきゃいけねえんだよ。絵面きついって。こんなとこうちのもんに見せらんないってやめてって。おい、ディズニーランドのこれだったらいい、目の前で写真撮るカップルやったよ。ちょっと待って、これはクキヤちゃんから見せらんないって。やめろっておい。よいしょー、よいしょー、肉の塊なんよ。みんな見てて、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 はい、キヨちゃんこれ。キツーキツー、はい、だー撃ってみたいわ、白マント先生撃ちて。いいよ、パンチってスペースキーで買わせるんですよ。いいよ、マント先生。オッケー、こんな感じ。もう一回。いや、もうふらついとるやん。もう一回。ふらついとるやん。俺がかわしてみせる。弱っ。弱っ。待って、のりあきさんの車かっこよ。もう改造、改造でお金稼ぐのやめて、もう自分の作った車売ろうかなって。ディーラー。本当に好きな人に車を売って、もうそのカスタム二度とやらないみたいな。もう愛だね。え、のりあきさんはリアルで車とか乗ってんの？俺免許持ってない。一番おもろいわそれが。かっこいい。すげえ。何人乗れる？何人乗れる？ヨット。待って。スタミさん。スタミさん。プロペラに持っていかれたってスタミさん。何やってんのマジで。え、これスタミ死んだ。何やってんの。もうこれ。ここ赤にするか。もう赤かっこいい。お前顔やばいぞ。おい、危ない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 。おい、ふざけんなマジで。膝いかれたもどかさんの。あ、3番。じゃあ3番押したら。お前ふざけんなマジで。本当にごめん、本当にごめん。思いっきり頭いったよこれ。マットってワンパンなの？俺のこと一発一発殴ってみてよ。マット強い。いいの？避けれる、避けれるかやりて。いいじゃん。せーのとかないんそれ。客の人たちはもう今日死んだ人いる、死んだ人いる。バグりました。いいよ、こんなようにね、ゆっくり行こう、ゆっくり。うわ、ちっぽ部屋だ。卑猥なものがある部屋に閉じ込められました。どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日も朝から元気に出勤、鈴木モーター役員一人、アリケンと申します。さて、逮捕。え？逮捕。元気に挨拶しただけで、挨拶はおもんない罪で逮捕。お前おい、脱ぐんじゃねえ、そこでやめろ。俺の1億の車でお前ふざけんじゃねえ。釈迦さん、やめてください。
蕎麦食いて、蕎麦。おい、蕎麦とか言われたらもう急にハンバーガー美味しくなくなったわ。なんでだよ。なんかすげえ口の中さっぱりした。やっぱさっぱりしたのが好きなのね。でも味濃い方が好きだよ、俺。あ、そうなんだ。俺調味料食べるために食ってるもの多いからね。ドレッシング食うためにサラダ食うし、マヨネーズ食うためにやっぱ唐揚げだの。唐揚げにマヨネーズ許せる人間いた。アニキャはデブじゃん。シャケキン TV 痩せてんのに。え、違う、釈迦さんは多分ね、胃がね、なんかどっか別の時空に繋がってるんだと思う。最近配信で言われてんのは、俺の胃は京ちゃんに繋がってる説が。かわいそう、京ちゃんが。京ちゃん。足に涼しそうだね。ねえ、やめて。なあ、シンジ、おろさないでくれよ。離れろ、お前、キモいね。キモい。絶対に離さないでくれよな。その手離したら殺すで。あれ、あれ、平次ない？いや。いやー、やばい、シンジ眠たくなってきた。むにゃむにゃ。眠れ眠れ。むにゃむにゃ。踊っていこうぜ、みんなで。いやだって、え、だってアメリカだったら多分日常だよ、こんなこと。ロスサントスは日常茶飯事よ、こんな。日常茶飯事。おい、見ろ、信者、俺のこのキレを。日常茶飯事が。何笑ってんね。茶飯事だろ。まあ、やすぎる。日常茶飯事ドッテネルのそれやめてくんねえかな。バカすぎ。全部一緒なのよ。俺、クワガタみたいだ。やめろ、お前。お前やめろ、お前、俺バットマンだと思って買ってんだから、お前。いや、もうクワガタバットマンって言え、バットマンって、バットマンって言え。7000万、7000万のクワガタ、7000万のクワガタは変わんだろ。公園に話そうぜ、公園に。女の子はさ、カルビの声真似する人マジ多いよね、みんな似てるし。なんでカルビの真似はほらほらほら似てる。これハンバーガー30個食べるじゃん。行くじゃこれ似てんの、これ似てないよね。あれ系は似てない。やっぱカルビーとアカリンは真似しやすいね。アカリン真似しやすいね。アカリンの真似やってよ、カルビー。いやー、え、似てるめっちゃ似てる。すげー、ゴミがカルビなんだよ。最後だけカルビ。ゴミがカルビなんだよね。これで似てる。釈迦さん、やめてくださいよ。いいね、シンジ。おい、シンジ。俺、配信者ならリオンさんできるよ、リオンさん。ハリケン、行くな、行くな。背負うな、お前。ローレン、ローレン、開幕、え、ま。そうのナダル。カルビのね、真似めっちゃリスナーにね、やってって言われた。さっきね、カルビがもしアパレル店員だったらの真似してよ。しちゃってくれるんすか。やってみてよ。あのね、モンドとシルマンタ、今ね、店内 30% だからね、カゴナは今だよ。言ってそう。めっちゃ言ってそう。この服めっちゃおすすめだし、似合うと思うけどなぁ。アパレル店員向いてるかも。テレビの真似は、喉をガッて閉める。喉を閉めて、だんだんこうやって閉めてって、鼻に空気が入らないようにするん。鼻に空気が入らないようにするんだよ。鼻みなんじゃーん。鼻くじょーん。ことをしただけだよ、今は。そうなんよ。真似をしたわけじゃなくて。カルビだよ。配信者の人さ、いろんなアニメの声真似とかさ、あるよね。カルビもできるもんね、だって。何ができるの、カルビ、やってよ。リボン。やってやって。もうではある。まあ、もう、死ぬ気でやれよ。カルビや。真似してる、それ、なんか。ほぼ前だろ。お前や。アルベイケボが得意じゃん。イケボ得意だよ。やってよ。ヘナーノ。いや、なんかスカイプチャンネルじゃない。なんかねっとりしすぎじゃない？ねっとりしてるね、ちょっと。左から来るよ。右からも来るよ。カルビのね、私ね、あれ好きだよ、うん、歌出た。成功が年功。俺も大好き、それ本当に泣きそうになっちゃう、それ聞くと。あ、本物だ。あのように。うわ、本物だ。全然全然
でありたい。いやなんかもう泣きそうになっちゃう、それ聞くとなんか。なんでだよ。なんかカルビがこう頑張ってきてとぼとぼ歩いてるのが頭の中で再生されるんだよね。なんか死ぬほどネットで叩かれた後のカルビみたいな。なんか韓国バージョンでいきますね。韓国バージョンでいきますね。一瞬でつかないこれ。マグマコチピアスミダ。怖え。怖い。マグマコチピアスミダ。手を突きつけられるの怖すぎだ。マグマコチピアスミダ。おい無理だろそれ。どうやってんだよ。あ、よいちゃん、ちょっと話したいことある。ありがとう、そもさん。来た来た。ちょ、来て来て、よいちゃん。おい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 、どうなるんだよ俺ら。ねえ、どうしよう。二人で抜ける？結局何もさ、役に立たないまま渋春出てっちゃったよ。わかる。いや俺もさ、昨日の夜さ、ギャングの構想あったんだけど、マジでなんか NPC のふりしかしなくて気まずくてさ、抜けようか迷ってるところでこのビッグニュース、どうする？でもさ、他の人がどうするかまだ私決めらんないな、これ。あんなに仲良くしてたよ、でも。まあだから解散式をするか、この 5人で頑張るか。5人かでも、ポテチ入ったばっかだよ。もう抜ける気まま。あ、もう、あの、とりあえずもう、あの、クラチさんに席を開けといてとは言ってるよ、もう。あれ、マジで最低だな。やっていくってなったら、マジどうするかじゃない？うちのチームが。正直、犯罪の IGL とかがいないからさ。まあそうね。やっていくぞって言うのも結構無そうなんだよな。私、めっちゃナルセさんとバニラさんにも気使ってもらったから、ちょっとあの二人が決めるまでは。まあさすがに一回、まあこうなるならこうしたいですのちゃんと言おうか。そうだね。てかみんなで話すしかないと思うな、一回。じゃあまあとりあえずボドカさんが来たら集合じゃない？そうね。夜のうちに来るっしょ。クズになるか、筋を通すか。でもドミニクだしな。ファミリー裏切るの一番ねえだろ、こいつが。ギャングになっちまったぞ、この野郎。しかもさ、あれ、ボドカさんやん。お前、え？ちょっと二人でドライブするか、お前。何？よいちゃん、ちょっとアリケンと二人で喋ってくる。ねえ、何？怖い。おい、てめえ、この野郎。なんすか。お前抜けて、なんかよいちゃんも一緒に抜けねえかって言ってるらしいな。だってもう終わりじゃないですか、このチーム。本当に終わりなのか。お前は何がしたいんだ、この世界で。俺は何がしたいんだろう。求められたい。メカニックで十分なんだ。は？え？荷物け。あれ？あれ？おいおいおい、ちょっと待って。待て待て待て。降りてこい。おいてめえ、この野郎。おい降りてこい。いろいろ事情が。おいこれ俺らどうすんねん。喋ったのか夜陽一とは。いやまだね、もう誰とも喋ってないです。やべ、もうボドカさんにバレてんのかよ。おめえがそんなんだから夜陽一若干涙声だったぞ、この野郎。お前違うの、もう俺のとこに来た時にも違う、もう落ち込んでたの、もう最初から。お前のせいで泣いちまったよ。違う、一人でアジトのロッカー前で泣いてたぞ、この。ちょ、もうごめん、もう気まずい。もういや、とりあえず俺らだけで喋るか。なんと我々のブレイン、今まで大強盗が成功してたいいと言っても過言ではないブレイン渋谷春が神のお告げにより警察側に行くことになりました。申し訳ない、いろいろありまして。バカ野郎。あー、ごめんよ。この野郎、考えてることあってさ、最終日さ、2億の銀行を襲撃してくんない？最終日ね、俺もそれ思ってたよね。最終日俺らがメンバーがまだおったらの話な。うん。2億の銀行を襲ってそしたら渋春、お前最終日やから俺らに協力しろ。そん時ばかりはね、するよ。お、どうなってもいい。そればっかりは。一応それまでは、そうね、まともに教訓を全うしてくれ。一応手切れ宣言として、あの1億のヘリ準備してるけどいる？え、ちょっとね、今すぐに欲しい。ボドカさん、俺が他のチーム行くわけないやないっすか。まあ別にやめてもいいねんけどな。え、あ、え、ちょっとなんか、まあ、別にやめてもいいけどな。俺はやめるやつは追わない。だから俺はこのチームは俺一人になったとしてもしょぼい銀行強盗でもやり続けるぞ。マジか、そんな覚悟があるのか、うちのボス。イドルはな、ここで負けるわけにはいかねえ。渋春が抜けても頭が潰れてもずっと存続するのがうちや。おお、じゃあ俺練習しとくっすわ。じゃあ渋春お別れか。お別れやな。
お前最終日、最終日まで頑張ってリドル生き残らせるから頼むわ。ちょっとまた襲撃前最終日ちょっと打ち合わせだけしよう。まあ俺らを捕まえてみろよ。まあまあまあそれまではちょっと全力で捕まえるから、僕に捕まらないように頑張ってくれよ。頑張ってくれよ。お前の想像してる逃走経路じゃもう逃げねえけどな。まあ僕の逃走経路完璧すぎて使うことになると思うが。じゃあね。じゃあまたどっかでな。リドルで頑張るか。フルスピードで走るのが俺の人生だった。おい、ありけ。え？リドル抜けんな。絶対おもろくなる。わかりました。俺、リドルにかけます、残りの人生。どう？バニーは今の話聞いて。僕は言ってもね、バニー。片手間にちょっとやってる感じなんで、全然僕はいいっすよ。お願いバニーさん、他のギャング行こうとしてたって言ってくんない？お前、俺の左に座ってるやつと全然違えない。ボコボコにしたっすか、ちゃんと。後でする。あ、オッケーオッケーです。おい、菅原。どうしたの？我々のギャング、今、窮地に立たされてる。私たちのブレイン、渋谷春がですね、あまりにも有能すぎて、警察側に引き抜かれました。いや、俺さ、知ってよ、俺。バカ DM 来たってや。いや、一個言っていい？うん。これはできるよ。え？え？みんな自信なさそうだけど。またまた。みんな自信なさそうだけど、俺できるよ。銀行強盗とか。教えれるよ、みんなに。銀行強盗ってミニゲームあるっすよ。お前ミニゲームできなくて吐きそうになってたのに。一旦豪華客船やりに行く？やろう客船準備しよう。俺金リドルのみかじめで3000万ぐらい取ったんで、なんか買ってくるっすよ。えぐ、お前マジそれ持って抜けようとしてたの？そうだよ。本当に最低じゃない？お前マジでゴミじゃない？いや、もうどうせ抜けようとしてたの？お前どうせ抜けんなら金全部取って抜けようか。え、スターさん聞いて、私がさ結構もう本当にさシクシクしながらさアリケンさんに会いに行ったらさ、どうする、うん、抜けるって言ってなのか。その現場に遭遇したらで、よいちゃんが泣いてる間、俺ここら辺全部回って3000万ゲットしたんだよね。マジで回ってる。本当にお前ガチでクソ。怖すぎんだお前は。お前が彼女できたことない理由分かった。頑張って働きます。内見終了した。内見終了。かっこいいね。でも2億でしょ。マジな話をするとみんなで折半したらもう多分やると思うよ。いや、アリケンが1億出すのや。アリケンがガチで1億出すだから、俺らで1億頑張ればもう買えちゃうんだね。もういけるんじゃない？買えちゃうんだよ。じゃあもどかさんに1億円振り込むよ俺。おう、もどかさんにえ、かっこいいやん。アリ金払うわ全部。アリケンやるなお前。あー、こんぐらいやるんすか。やるなこんぐらいやな。じゃあ、あとは後の5人は2000万円ずつなのか。今のところね、1000万しかない。まあ、今のところ1000万しかない。あ、じゃあ分かった。じゃあ分かった。1億5000万払うわ俺が。うわ、そうだろ。マジですか。何だお前。ごめんよ、さっきは1000万、10万、100万、1000万、さっきはごめんよ。アリケン、アリケン、俺やばい。俺やばい。俺貯金が29万になっちまった。やばい、全部っぱなんだけど。110だよね、アリケン。買いました、皆さんありがとうございます。ひょバザーイ、バザーイ、来た、おい、すげえ。もうこれ家なんだ。来た、俺らのテリトリーへ。なんかあのアジトから急じゃない？ねえ、やばい、全然風邪ひく。スタさん、え？もうなってるってもの。絶対、ちょ、見に行こう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 。よかった。やっぱ身をもって太ったらこうなるぞっていうのを発信してるからね、俺は。確かにな。え、なんか物食って死んじゃうってのはどうなったの？あんまりカルパスで爆発。いや、あれただ話が肥大してるだけです。食っても爆発しねえから。あ、本当？やばいだろ、カルパスで爆発って。もうコーラなんて飲んだらもう死なない。まあ5億あれば何でもできるからな。何度も挑戦できるからな。ねえ、それは本当にそう。あ、鳥ちゃんの鳴き声する。名前なんだっけ？ナムルくんだっけ？えぐいって。なんだっけ？あ、そうや。ナムルにしないで。なんだっけ名前。メルくんね、メルくん。あ、メルくんだ。
そもそもダコチテをまだ俺は知らない。どんなものなのかを。え、本当にバブっていいの？え、本気でバブっていいならマジでバブるよ俺。え、普通にみんながもう見てられないぐらいのバブちゃんになるけど大丈夫？バブバブ、まんま言うよ。昨日の配信でハリケンさん最低だと思ったけど、今ハリケンさん最高です。ダメ？でも気をつけろよ、最低のやつってずっと最低じゃないんだよ。たまに最高を織り交ぜることによって他の最低を隠すっていう最低な行為だから、結局俺がやってる行為は最低になるんだよね。あれ、俺昼飯何食うって言ったっけ？唐揚げだよ。え、唐揚げ屋の唐揚げじゃない？あれ、ナムルってなんだっけ？ナムルも食った方がいいんだっけ？いや、ナムルはうちのインコの名前間違えたんだって。何くんだっけ？ムルくんだっけ？何くんだっけ？ふざけてる。ちょっと待って、思い出すから待って、言わないで。ね、ナムルって言って、その後ルルくん。惜しいよ、惜しい。くるあ、できない。なんだこうか、ほら、なんすかそれ。何それ。このゲームスライディングできるんだよ。え、何ボタン？スライディングってパルクールっていうのが存在してて、このゲーム。はいはいはい。そのパルクール開始ボタンっていうのを設定すると、例えばこういうとこでもいきなりこうゴロン、えっ、かっこよはできんだよこれ。何それ、パルクール開始。えってか、それ必須じゃない？ちょっと待って、必須すぎないそれ。お前この情報ないとある応答ミッションクリアできないから、教えてほしかったら金出せ。今なら100万でいい。100万で教えてやるよ。本当に？じゃ、もう、うん、もうちょい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 、もう一度来い。いいや、100万。もう一度来い。お前、ちょろまかしてるからいけたら、100万で教えてやるよ。その代わり、他のやつから同じ方法で稼げばいいじゃん。確かに。うん。あたかも自分で見つけたかのように言いふらそう。うん、当たり、そう、言いふらしてやるよ。はい。お、ありがとう。ディスコードに書いてあるよ。皆さん今日はお集まりくださりありがとうございます。みんなテンション上がってるかーい。イエーイ、イエーイ。なんでここに集まったかともらうと、よいちゃんと俺で集めましたギャング資金。はい。その額なんと4億円です。嘘だろ。今日の朝、警察官が少ない時間を狙い、安全かつ迅速に麻薬を大量に売り、4億円集めました。現ナマで4億円集めました。すげえ。本当に薬物だけで。はい、4億なので、ギャング活動、みんなでやりましょう。いっぱい失敗できます。やったー。捕まっても大丈夫です。いっぱい失敗しましょう。確かにいっぱい失敗しましょう。そう、なんぼでもいけるよ。なんぼでも武器買えるし、なんぼでも保釈金払える。いいよ、逃げようか逃げようか。オッケーオッケーオッケー。ナイスロケラン、マジで4人の4人まで行ける今。多分誰これ。そもそも2台ある。何台あんだ。勝つ勝つ。警察警察。うわ待って、これおいファンタこれ。お前なんで一人やねんお前。あ、待って、ヘリもう一度来たわこれ。救かこれ。警察署のみんなやっちまえ。どういうして。え何しとんこれ。お前囲まれてるぞ今。うるせえ。なんだサイヤ人がよおめえよ。おめえ俺ら沼すぎてお互いリロードしてたじゃねえか。お疲れお疲れ。完全犯罪じゃん。集まって万歳しよう。はい、ほぜろ。万歳万歳万歳。やりきったなー。万歳。来たぞ俺たち。もう次取ってくるわ。どんどん経験しに行こう。オッケー。頑張ってるな。まあ一旦指名手配か。スタさん、指名手配で終わる。あ、そうか、俺は指名手配か。うち取ってくる。オッケー、頑張れ、プチ14歳。どこ？初めての使いだな。8006や。8006ね。いけるか。いけるよ。この地面に置いた2つを。超簡単。誰にも誰にも、だった誰にも、誰にも、内緒でお出かけなのよ。これ帰りの方も BGM 流さ、証言ないでよ、ベイベー。あの、バッカなんかにカメラ仕込んでこうかな。
ラジコンカーでずーっと後ろついてこいよ。ラジコンカーだ。やりたかったそれ。チルしとくかここで。じゃあ You have to wait this long to undress again 119 かわいいな。あなるほどね。かわいいな。これさ、次の飛行場、豪華客船がさ、なんか増えたなんでこんなに更新されんねん。ファンタさん、これファンタ、ちょっと文句言うわ電話で。おいごらんつって、おいごら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 い、裏垢 JK ってファンタ、うん、お前指名手配ちょっと遅すぎない？ちょっとやめてよ。俺2回入ってんだけど指名手配。間違って今追記したよ。ここつがいもって この世界で追記したんか。追記したよ。なんでな、なんで裏垢 JK が追記したの。なんでお前は、なんでお前はそんな連携が取れてねんな、そっちで。大丈夫、いじめられてない警察署で。俺がギャングになるっつったらみんなに止められたもん。ください。あ、そうな、じゃあ必要とされてるんだファンタは。全然なんかお前何しに来たんだろうって感じだったけどね。お前の行動が意味わかんないですけど、俺仲間だと思ったんだよ一瞬。わかんないでしょ。めっちゃ背中向けてたもん俺に。ちょっと撃つのちょっと戸惑ったもん。こんなやつ仲間にいたっけなっつって。お互い撃ち合う瞬間リロードするしさ、沼だよ俺ら。いつか捕まるならお前がいいな。じゃあな。何言ってんだ。定常。マジか。ボス。反撃はしないぜ。反撃はしないんや。てめえこの野郎。あが。定常くせ。ウェイナイスイー大岡さん、俺らもうチームワークもできてるんすよ。残していいよ。さすがのチームワークやな。今ので身に染みたわ。見せつけてやったぜ。俺らいけるぞ。おー、なんだこれ。はマジで何そんなんあんの今。マリオカートやマジで。世界に1台しかないザコチテカーなんだけど。おい、これエグいって。速い、100キロ出る。そうせえこれ。そうおもろいやん。走ってるだけでおもろいやん。だこっちっておじさん。ハンバーガーって何個食べれるの？アリケンは。まあでも3、4個じゃない？限界は。そこは3、4個なんだ。本当なのか ?3、4個。あ、でもその前にポテトにナゲット15とか言ってるから。準備運動すごいなお前それ。すごいわ。体力なくなっちゃうよ、うん、そんなので。絶対食っちゃうんだよね、ナゲットは。ハンバーガーの前に。アリって結構食う方？あんまり。なあ、アミ、別、なんかよくわかんないけど減量するわつって。減量してたんだよ。俺が通話でダイエット中なのにもかかわらず俺がそそのかしてさ、ピザ食おうぜつ一緒にピザ頼んで食ったんだよ。こいつピザ1枚食ったらね、自然と俺涙が出てきたつって泣いたんだよこいつ。待って、お前なんでバリのこといじめてんだよ。いじめてねえよおめえだよ。そんなことも知らないで何口出してんだよ。だってスタさん、だって米の原理分かってなかったやん最近。出た米の原理。米って膨らむんだ。お米を炊くっていう声を知らなかったんだよスタさんは。後の顔しか食わなかったからこれ米膨らむの知らなくて。お前さ、パエリアの料理配信したんだって。俺 1.5 合分かんなくて、米バーって入れたら最終的に6合入れちゃって、フライパンの中に6合ってやばいぞスタさん。そう、しかもそれさ、その失敗を案件配信なんだよね、それ。その料理配信案件。バカだよマジで。こんぐらいでいいかなとか言いながら全部入っちゃったよとか言ってたもんね。パエリアうまくできたの？うまくできないよ、それで。パンパンだろ。そうだよ、ね、パンパンすらそうだ。味しねえよな、絶対。そうよ。米もビビるだろうな。俺は1合半がわからないよ。1合半ってなんだよ。とりあえず目分量でいこう。どうだ？多いか？いや、まだ少ないか。やばすぎ。ね、よいしょ。間違って食べちゃった。でも治療もしてる。うーわ、セクシー。食べながら治療してる。やば。すごい。めっちゃガニ股で治療してる。やば、お、ファンタ、お前、覗くな、お前。おい、投げんなよ。いてて。くっそー。よいしょ、水も飲みながらやっちゃうよ。ちょっとやばい、その動きやばい、ひなの、ちょっと。ちょっと待って、ひなの、その動きやばい。やばすぎ、その動き、ダメだって。なに？ちょっと、俺の配信潰す気？ひなの、そんなことだと思わなかったよ、俺。趣味だから、ちょっとね、ひなの。オッケー。やっ、痛い。やっちゃう。シュはい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 
ダンテちゃん、あの見せてもらっていい？いいよいいよ。直して。じゃあ心臓のやつが一番いいから。心臓のやつ？オッケーオッケー。最終日にグリッチ見つけちゃったんだよ。噛んだ。じゃあ。この写真売ります。あーもう。やめてくれ。やめた。気持ち悪い。ぶっ壊れてるよ。やめた、起き上がった、いろんなところ。おい、幻影旅団やん。おい、クロロやん。明日から何するよ、カルビー。GTA ないら。うわもうポンコツすぎる。やばい。中華ねえ、お前これで死んだらお前面倒いって。やばい。何してんの、お前回復しろって、なんで死ぬなら回復しろよまず。いや、してるしてる、しながら歩いてる。お前もう腕変な方向に曲がってるよお前。怖い。シートベルトのない乗り物に乗るなよお前。何しよんねんお前。カルビお前二度とバイク乗るなお前。お前たったこんだけ移動するだけで死ぬってお前やばいって。そうなの、やばいんだよ。中指とかもう言うこと聞いてないじゃない今。自分の指がもう聞いてるよ。勝手に動き出したりしない中指が。いやまあちょっとね、あのダグがあるのはある。お前もう寄生獣にもう侵食されてるやんお前左手。頭と指がラグちょっとある。どうなってんだお前の体は。ちょっと遅延ついてる。手術大変やなマジでな。アリケンさん、あれだよ、君たちのとこ行くために宝石店。うるさい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 、今プテチから喋りかけられた。どうした、オイルリーグ受けれたからオッケーかも。はははははは、うちに振り込みお願いします。オッケー、何本入れればいい。こいつ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 こ。オッケー、なんか適当、え、番号教えて。ああああああ、バカ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 、いい声で出るな。可愛いんだよな、どうこれ。キラキラな。ねえ、のりやきさん、のりやきさん。いいよね。のりやきさん、明日からどうすんの。もう作れないんだよ。俺、ゼータやめて、板金屋になる。お疲れです。アリケン、ありがとう、ありがとう。ウェーイ。えい、ボス。はい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 、違う、はい、よいちゃん、よいちゃん、はい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 、おい。あー、よいちゃん、ありがとう、ほんとにありがとう、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 ほんとにセクシュアルハラスメント。この10日でもうセクハラジジイだな、ただの。俺さ、今から渡すものをさ、みんなに渡してから見てほしい。フロアがね、そこでみんなに渡せたかな。踊りやすい、マジで。ね、これね、なんと使用ゴーストね、見れるらしくて。見るよ。使用、うん、見ていいの、見ていいの。いいよ。あ、ちょっと待って。うわあ、すげえ、すごい、すげえ、一人だけ実写やね。なんで俺だけ実写やねこれ。すげえ。ボドカさんうま。ボドカさんだけダコちてやん。いやこれ俺だけ絶対時間かかったやろうな。かかってるよ。絶対かかったよこれ。めっちゃかかった。ボドカさん抱っこして撮ろ。え？やっぱ最後は。おいでボドカ。おいで。マジか。え？今か。どこでやんの？共有エモート？いやもう来た。この辺からやったらいけるね。この辺からやったらいける。なんか完全に受け入れて。ちょっと離れて。ちょっと離れる、了解。ちょっと離れる。あ、ここででも撃ったらボドちゃん、ボドちゃんぐらいの位置がいいかな、多分。オッケー。はーい。ボドちゃん、頑張ったね。いやー、ほんとにね、前で最終日ぐらいは頑張ったよ。プロまではね、しゃがんでくれたら嬉しいよ。オッケー、しゃがめると熱い。よしよしよし。ヒロイさん、ちょっとアリケンさんの方行ける？ちょ、ダコチで一番後ろ行って。一番後ろ？確かに。一番後ろでいいんじゃない？はーい。はいはい。はい、しゃがんで、しゃがんで。もうボドカさんカメラ見てないもん。プテチの目ずっと見てるもん。ボドちゃん前向くんだよ。これ前向けないよ。魅力的すぎて前向けないよ。なんかちょくちょく立っちゃうんだけど。何枚か撮れるからね。ちょっと待ってね。しょうがない。ありがとうね。ありがとうね。
しゃがんだ。来た。全員がしゃがんだ瞬間に行くぜ。行け。